今月28日時点のレギュラーガソリンの小売価格は全国平均で1リットルあたり151円ちょうどで前の週から1円90銭値上がりし2014年12月以来3年5ヶ月ぶりに150円を超えましたアメリカによるイラン核合意からの離脱で中東情勢が不安定になり原油価格が上昇していることが原因です6週連続の値上がりで 今年の最高値を更新しました。